こんにちは、タンシーです。本日は県の復習会ということで、今までノートで、まとめてきた内容の中で、重点的なところをもう一回見直して動画化したものになります。過去のノートリンク貼っておきますので、興味ある方はそっちの方も確認お願いいたします。本日3点確認する事項がありまして、1点目が、V スキル周りの簡単な確認、ベガ側が何をすべきかというところを一遍見ておこうというふうに思います。2点目は大キック、剣の 5HK ですね。あれに対してどうするかというのをもう一回見直します。3つ目が、剣の技相性なんですが、基本的にベガの中足でいけるやろうっていうのをもう一回確認します。それだけです。剣の V スキル1ですね、ダッシュするやつですね。派生なしの場合はキックでガードプラス6になります。基本的には走ったの見てからコパンを受けるのが一番理想なんですが、タイミング次第ではちょっと合わないことがありますので要注意。コパンを置くことのメリットに関しては、遠目から来た時にジャンプに対応できるのがでかいです。例えば大技、このダッシュの途中で大技飛ばれた時に当たってる、大技飛ばれた時に対応できないってことがあるんですよね。コッパ体育弱くなってしまったので、コパンで置く場合はダイパン体育正面飛び体育間に合います。結構狙っていいかなと。で、あとコパンの範囲、この判定が長いので、単純に当たるっていう可能性もありますしね。 5HK ですね、マイナス4ですね。しっかりガードしたときは反撃取れるんだったら反撃取りましょうという感じです。タッチコアでもいいですね。これの対策は外で透かして大パンスとか、それ対策でコパンを置くってのも割とありですね。前捨て対策兼大パン、大キックか、大キック対策。結構パンチ系の技に関しては中足がなかなか相性良さそうです。大キックも比較的相性いいんですが、使った時のリターンがちょっとねでかいので、ちょっと離れたところではね、ちょっと離れたところでは打ちにくいかなという気はします。中足リーチ的にペガの方が長いので、長いので、ここの間合いはかなりいい間合いなんじゃないかなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。